悪くないわ。
場所を教えていただいたけど、思ったより広くて、こんな時、善良で温厚なティーケトラー様がいてくれたらどんなに良かったか。少しその耳たぶを揺らすだけで、私みたいな客人を望みの場所に連れて行ってくださるのに。それか、廊下にラッキーワンデーポーションを。しておけばよかったですわ。そうすればきっとブアニッシュ様が。私に何か用？うひょ、びっくりした。少し声が大きかったかしら。レディ失格ですわ。ごきげんよう。あなたがブアニッシュ様でして？あなたの方から来てくださるなんて、予知夢ですの？それとも水晶占い？なんであれ、素晴らしいアルカナムなのでしょうね。こんなのどうってことないわ。それよりその格好、舞踏会から抜け出してきたんじゃないでしょうね。まるでデッサンに突然油絵が混じったような光景よ。だからすぐに気づいたわ。舞踏会？もしや祭壇にも舞踏会があるんですの？いえ、そういう意味じゃ。ベルティの連れにまともな人はいないのかしら。とにかくレディー Z から話は聞いてるわ。数字を崇拝する教団の資料が見たいそうね。ええ、モアッサン先生は財団の資料室を管理しておりますのよ。というわけで、最前線学校の図書館は私にお任せあれ。教団の情報をつかむことができれば、きっとベルティ様たちの役に立ちますわ。残念だけど、その希望は捨てた方がいいわよ。あなたがティーケトラーの耳探しをしていた1時間で、このお優しい風紀補助委員様が貴重な閲覧権限を使って申請してあげたけど、数字に関する教団の活動記録は見つからなかったわ。脊髄を埋め尽くすほどの本があると、モアッサン先生が言っていらしたのに。大げさな。う、うん。
確かにその通りよ。そういえば数年前に起きたストームの影響で司書のほとんどがもっと重要な役職に移動したって聞いたわ。古い書籍の多くは整理されず、混乱の中紛失したものも。ピタゴラスの伝説と定理集を見つけてきたわ。これらがベルティたちの役に立つとは思えないけど。つまり私は何の役にも立てないのかしら。感傷的になるのはやめなさい。厳格な財団の職員には通じないんだからね。外出許可がない限り外で資料収集することもできないし、実は資料を保管している場所をもう一つ知ってるの。最も優秀な補助員しか知らないんだけどね。うひょー、しー、図書館で大声を出すのは違反行為よ。サザビー、ちょっと来なさい。ご協力感謝いたしますわ。そういえば先ほど舞踏会のお話がありましたけれど、私すっかり無縁になってしまいましたの。盛大な舞踏会こそレディーのたしなみだとジーヤがよく言ってましたのに。お父様にお手紙を書くことにしますわ。きっと沈没しない移動式ロックンパークを調達してくれるはずですわ。移動式ロックンパーク？ベルティ様たちが戻られたらここで最高のツイストダンスパーティーを開きましょう。お断りよ。この風紀補助委員がそんな粗暴な運動に参加するわけ。ん？ちょっと待って、今ベルティたちって、うん、舞踏会のことは後にしなさい。このお優しいマチルダ様があなたの任務を手伝ってあげるわ。もちろん下心なんて一切ないんだから。着いたわ。ここが非重要情報の資料室。ほとんどの職員が気にも留めない場所よ。でもこの頼れる風紀補助委員はどんな手がかりも見過ごしたりしないわ。これよりあなたをこの私最前線学校風紀補助委員の第一助手に任命するわ。このマチルダ様が責任を持ってあなたを優秀な職員に育て上げてみせるわ。まず最初の任務はこれらの古い資料を全て読むこと。調べられる資料は一通り目を通したわ。残すはここにある書類だけ。
ほとんどは廃案にされた行政書類とか、優先度が低いと判定された余分資料とか、侵入調査員のボツにされた報告書よ。先に言っておくけど、あなたたちのためにやったわけじゃないんだからね。この中からお望みの情報が見つかるなんて期待しないことね。任せて、読書は大好きよ。それならいいけど、鍵を渡しておくから、そこのクッションに座ってゆっくり整理しなさい。そうよ、その裾に石の腰掛けを汚されたらたまらないわ。他に書類がないか探してくるわ。いいこと、今日の成果は後でじっくり聞かせてもらうわよ。もう一度調べてみたけど、やっぱり使えそうな書類はなかったわ。ふん、少し疲れたわ。それにしても、あのお嬢様がこんなつまらない書類を読むとは思えないけど、きっと今頃ティーケトラーの耳が迎えに来る夢とか見てるんじゃないかしら。パーティーと元気だけじゃ財団の調査員は務まらないんだからね。起きたらあの教師の元に送り返してやるわ。結局はこの心優しいマチルダ様がいないとね。完璧な補助委員は忙しいったらありゃしないわ。なのね、これあなたが分けたの？ん？ええ、私奇妙な形の本が大好きですの。だってそれはそれは素晴らしい物語がたくさん詰まっているんですのよ。昔お父様が不在の時は、ササナがよく一緒に朝まで本を読んでくれたんですの。赤い冠頭のモップさんが太陽を呼んでくるまで夢中になったものですわ。それにモアッサン先生が出す課題の量と比べればなんてことありませんわ。ご覧になって、このリバーコヌイの男性、なんと一人でアーバンクの群れを服従させたんですって。すっごいですわ。まあいいわ。どうやら調査員としての素質はあるようね。私の第一助手としては、まあかろうじて合格ね。面白い書類を見つけましたの。ストームと数字に関する内容がたくさん載っていましたわ。ベルティ様のお役に立つかしら。え、どれどれ。この報告書は間違いなく不合格となるだろう。だがこの事実を隠すことは真相と人類の理智に対する冒涜であると私は思う。平和、理性、そして公正、これらの信条に反することはできない。最終的に私は真実をここに記すことに決めた。私たちの時代に
最も重大な脅威が訪れてから随分経つ。果たしてこれは何を意味するのか。記憶に残らないミレニアム。瞬く間に時は1996年へと逆行した。あの頃、無知な私たちはふらりと白と灰色のコンクリートハウスから外へ出た。夜明けの太陽がすでに見知らぬ時代のものであるとも知らずに、この世界規模の時間災害の中、無事だった私たちは幸せ者と言えるだろう。なぜ財団本部が逆行を免れたのか、なぜ外の世界で過去の私たちと出会えないのか。逆行を受けない場所は他にも存在するのか。この災害の原因は何なのか。私にはわからない。その答えを知る者もいないだろう。しかし逆行の最中、私たちは80年代のあの雨を目撃した。これがベルティ様たちが探していた資料なのかしら。おそらくそうよ。これはストーム経験者の記録よ。それにベルティがタイムキーパーになる前のストームについて書かれてるわ。調整はお任せを。アクション敬礼。何か聞こえる。あんなに怒らないでよ。頑張れイグレス。私アクション。心臓の音がうるさいけど、ちゃんと見てて。隙あらば赤止め。いりません。いざ。誰？何か聞こえる。うん、秘密アクシェ。ターゲット地を発見。秘密ってのはいつかね、ありきたりな言葉の中に隠れている。聞いてごらん。キアリ、攻勢を強めるであります。全身。何か聞こえる。みんながここを好きになってくれるといいな。悪いお友達もね。いざ。そんなに怒らないで。ターゲットロックオン。あっ、これたくさんのお友達。仕上げるか。ちゃんと見てて。いざ。ラージズトミが銃を持っている。ラジャ。私たち。何か聞こえる。心配はいりません。うん。隙あらば入り込むテンポ。
おとなしくしてよ。過激な部署に飛ばされるのは勘弁だからね。静粛に。それがあなたのお願いですか？それがあなたのお願いですか？準備ができたよね。静粛に。この審問で審問長を務めさせていただきます。弁論の理性の時、私たちは常世にいる。血が湧き立つことになるが、初見のうちに習得あり。目には目、歯には歯を。選択肢の一つに驚いて悔い改め、血をもって罪を償い。あなたも赤がお好きかしら。目を閉じて、すぐに終わるわ。ほう、万物の上に座す。選択肢の一つに。血を浴びし者は無敵よ。行け。無性の時、弁論の時、悪行の代償を身をもって知るがいい。かがり火が上がるまで沈黙のうちに答えがある。ロイズム、選択肢の一つに。あなたたちの魂はあまりに偏っている。早急に修正しないと。血が湧き立つことになるわ。サプライズ。あなたの赤も好きかしら。目を閉じて、すぐに終わるわ。かがり火が上がるまで痛みを伸ばし、悔い改めよ。何？お神への反逆だと。椅子を部屋の中点に置きました。さあどうぞ。